わあ、わあ、ひーちゃんが、ひーちゃんが。おい、どうした、ずんだもん、大きな声を出して。お兄ちゃん、ぐすん、ぐすん。ひーちゃんが動かなくなってしまったのだ。なんだって？ひーちゃん、ひーちゃん。くそ、息をしていない。ダメだ、もう死んでいる。しまったのだ。ああ、俺たちの大切な弟は死んでしまったんだよ。わあ、わあ、僕が殺してしまったのだ。一緒にお風呂に入って遊ぼうと思ったのだ。そうしたら沈んだまま浮かび上がってこなくて。わあ、わあ。くそったれ、かわいそうに。まだ生まれてから1年も経っていないのに、嘘。神様はなんでこんな残酷なことをするんだ。お兄ちゃん、僕はこれからどうすればいいのだ。ずんだもん、これ以上大切な弟を亡くしたくない。あと1時間くらいでお母さんが帰ってくる。大丈夫だよ、ずんだもん。お兄ちゃんがお前を守るから。お前だけは絶対に守ってやるからな。お兄ちゃん、まずは死体を隠そう。バラバラに分解するぞ。物置からノコギリを持ってきてくれ。わかったのだ。ギーコ、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 ギーコ。わお、お兄ちゃん、気持ち悪いのだ。吐きそうなのだ。頑張れ、ずんだもん。もう少しだ。お兄ちゃんの言うことを聞いてその通りにするんだ。はう、わかったのだ。これでよし、うまくいったな。お兄ちゃん、これからどうするのだ。もうすぐお母さんが帰ってくるのだ。大丈夫だよ、ずんだもん。お兄ちゃんに任せておけ。日本では毎年1000人以上の子供が行方不明になっているんだ。お母さんとは俺が話をする。お前はひーちゃんのことについては何を聞かれても知らない、わからないと言うんだ。それ以外は一切喋らないこと。いいね。わかったのだ。ガチャン。ただいま。おかえりなさい。かなたくん、ずんちゃん、お留守番してくれてありがとうね。はい、ご褒美のお菓子をあげるわ。あ、ありがとう。あれ、ひーちゃんはどこかしら。おかしいわね、ずんちゃん、知らない？しし、知らないのだ。そう、ひーちゃん、ひーちゃん、どこなの、ひーちゃん。さあ、探せるものなら探し出してみろ。遺体さえ見つからなければ、殺人事件は成立しない。これはただの神隠しになる。たとえ誰にも、ずんだもんの大切な弟の未来を奪わせはしない。